マイマイさんにブレイマーしてましたね。あーやっぱり、うん、はいお見事すごすぎはい、はい、はい、スタートおーなるほどねちゆねさんにポチポチポチ頑張りましょう士気が上がるぜリーダーだぜ頑張りましょう俺は士気が上がるな全員しゆねさんの方向いてるよ本当だ本当だしゆねさんの目をそろけてるしゆねさんめちゃくちゃぴったりな構図になっているへえー、あ、うーんいやこれみんなこの向きで立つだけですから回されたまま今まで意識してなかったけど全然左向いてなかったっけ右半分の人俺もそう思ってた、ね、私も思ってました朝だけしゅんねさんのための特別仕様だからこれしゅんねさん家に8って書いてあるよっつってみんなで見てこっちから見ると無限の形でみんなこっち向いてるおやすみなさーいバーっていうとこかな。覗かしてもらったよ。やめてよ、影ピー。おかしいだろ。大事な情報が出そう。じゃあ、夏ぴょん、これでも言っちゃっていいやつでしたっけ、うん、いや、夏ぴょんさんから。あ、確かに、ナスピョンから、おい、言ってみろ、自分の役職、おい。言ってくれ。まあ、どっちも、インベ。あ、まあ、そうっすよね。緑でインベすぎて、やだ、でした。あれネズミって、ネズミってバカだった時って、あどう見えるんでしたっけ、はいはい、僕がバカだった時、ネズミはどう見えるんでしたっけインベすぎる。ネズミ、バカが思い込んでいる役職で見えます。うんうん、あ、じゃあ、僕はまだバカの可能性はあるってことか。確かに。そうですね。まあ、魔術師いたらさよならです。バカか緑か。やめてよ、影ピー。そしたら影ピーを恨むよ、俺は。まあ、全然ね。で今回は僕を緑ネズミ出しますよ。役職出しますよ、僕。あ、そういうことか。確かに確かに。はい。ルックアウトです。なるほど。ルックアウト。夏ぴょんの家見に行って誰も出てこなか、あ、誰も来なかったので僕はバカです。おぉ。ちょっとうちの前に来た人誰ですか？あ、ゲンです。あー、ゲンさんか。はい。俺は負けました。僕もポリスです。ポリポリだ。ああ、そういうことなるほど。ゲンさんポリ、アルトさんポリ。うちも来たんだけど、ネクロルンチも。私が行きました。シュネです。はい。シュネさんもポリス？ほぼ白でバカです、はい。ゲンさんところ行って明るくインベスって出たので、ほぼバカです。うんうん。あ、ゲンさんとこ行ってインベス。赤いんね、明るく緑インベスってことな。そう、明るく緑インベスで出たのでバカです。夏がインベスしてるよね。はい。はい。他は、はい、インベス。ポリポリポリ。ポリポリポリ。インベスの結果ネズミ聞いた方がよろしいのでは。え、今夏ぴょんさんのですか。あ、そうか。ぴょん丸さんのそうネズミの結果。あ、そう。どうなの？僕が見に行った人はマイマイさんちっすけど。先に僕が言った方がいいですか？あ、私から言いましょうか？皆さんに任せます、ミーに。どっちが強いのか分かんない。僕の方に言ってる、うん、はい、いい緑ルックアウトゴースト。あ、当たりかもしんない。ルックアウト。外れかもしんない、この時間。ゴースト？どっちかもしんないぞ、ルックアウト、ルックアウト、ルックアウト。うん、あれでは、夏ぴょんさん、結構限りなく本物だわ。うん、で、俺、ルックアウトのシーンが、マイマイでしかない。はい。うんスナッパイさんはバカ足バカっぽい。あ、そうそう、バカって言ってた。ね、はい、夏ぴょん見に行って、うん、誰も来てないからバカ。うんうんうん、私ね、僕が言ってるから。あれ、セイノちゃんって止まったんだっけ？ゲンさんにルック、あ、うん、あじゃない、インベス使って全然違う結果が出たって感じです。うん、あ、そう。マチか。うん。君だけやで言ってない。マチかポリスメンです。またポリ出た。おい、なぜあの流れ出てなかったんだ。どこ行ったんだ。全員の覚えてる人聞いて聞きてえな。あ、ごめんなさいごめんなさい。あ、ごめんね。ね、おじさんなんだっけ？あ、言ってないけど、ポリスです。ゴポリ？これ、ポリスが、ネクさん、アルトさん、マチカさん、シューネさん、ゲンさん、ゲンさん。で、カゲピがネズミ、
スナパイさんが嘘っぽい、はい、バカっぽい、ルックアウト、うん、で、うん、マイマイさんが本物っぽい、うん、ルックアウトで、僕がインベス、千野さんもインベス、はい、マイマイは新ルックなんで、もうマイマイの情報だけを頼りに生きていきます、うん、どこに行ったんですか？赤の場合ってどう考えるの、スナパイさん。まあまあ最初はいいのか。マイマイが赤だったら俺は破綻です。あ、はい、俺視点はそうなのよ、だから。いや、俺視点でもそうです。マチカちゃんとマイマイさんが結果を多分言ってないと思うから言った方がいいんじゃないか。あ、あのね、ネクロルさんとこ見に行ってポリス、はい、え、ルックですよね。あ、マイ、え、うん、え、マイマイ今破綻したもしかして。ポリスの結果みたいなこと言わなかった今。あ、違う、もう一回いい？え、マイマイ、マイマイオフェン。ピョーン、多分シンなんじゃねえかな。あ、でもこれでシンって分かれば。あ、シンだ。あ、じゃあもうマイマイはゴーストでいいか。え、違う、うん、先に言うね。あの、まず今日止められたので、これ本当ね。あ、ゲームポイント止められるやろ。まあ。それで自由にはできない。私はそう、ルックアウトです。で、ネクロルさんが来て、はい、だからネクロルさん家が来てって言っちゃったけど、ネクロルさんが来たっていう話ね。ネクロルさんが自分家に来たよっていうことね。予想で話しちゃったっていう。先に。ごめん。どうぞお返しするよ。はい。いや、で結果マイマイはゴーストよりだけど、ルックアウトの真の可能性が、うん、わずかながら残るから、いずれにせよ釣っちゃダメな人じゃない。だから一応マイマイは結局が破綻するからじゃなくて、はい、そう言わないとマイマイが新ルックアウトでない。一応じゃあその家に来た予想は分かったから、はい、マイマイのルックアウトの結果を教えて、じゃあ改めて。そうですね。改めて。いなくなっちゃうから。いや、昨日のか。昨日の。止められた。初日の結果、ね。初日の方。そうそう。誰か来ました。違う、家から出てないって。ダメ、マイマイ、ここは死んでくれとかして、どうなるんだ。あの、リスナーがだからこれは人。あと先生、あの、ペイさん、ナパイさんが来た。ちょっと、なんかそんな感じしてきたな。ナパイさん。吐き気がしてる。辛すぎて。じゃあ、おえつが。あなたはルックアウトです。間違いないよ。先輩さん、言っちゃって。どっちを釣るかな。どっちがいい。そうだね。いや、夏病の新インベス結果からいくと、マイマイはゴーストでしょ。いや、もうどう考えてもそうなんですよ。先生、先目線、ゲンさんがほぼシーンだと思って。って、はい、白だと思っているので、シンプルね、ゲンさんに決めてほしいです、うん、と思うんですけど、サバイバーシをします。はい、え、サバイバーシをします。まあそうでしょうね。じゃあ今日はニューポスターついたいから、マイマイ、今日ってマイマイんち行った？今日は私マイマイさん止めてます。はい、あー、OK です。まあ、千のインベスバカ結構本当っぽいよな。マイマイ何やってるの。違う。皆さんマイマイでいいの？あの、村で置いてくれるんで、みんな。マイマイはゴーストでいいよ。もうゴーストっていう。マイマイ勝ちになるだけだよ。そう、誰かが巻き添えになっちゃうんじゃないの。マイマイがろうそくを初日に置いた上で、今日釣られたらマイマイは勝ちになるだけで。だから初日に夏ピョンさん家に置けてればって話になっちゃうってことね。そうだから、マイマイを泳がせたとしかない。そうですね。ただしスナパイさんは破綻した。その注射がつくわけで。でもうマイマイでゴーストで青1枠でしょ。で、俺がサバイバーしようするから、もう青いないよって話してる。スナパイさんがサバイバーだったらね。スナパイさんが一番無難なのかな。無難だと思うけどな。今後何があってもマイマイは釣らないって約束するから。ただ苛まれるだろうな、私がこんな混乱してたら。だこれルックアウトちゃんとやれし。やれし。ルックアウトって言ってますもん、今。千野さんがバカ確定するから、千野さんが村で、ゲンさんが、シンポリ赤か緑、ハゲピが緑か赤のネズミ。僕赤ネズミ、まあまあそうだね。じゃあ、残り投票誰がまだかだけ教えてほしい。アルトです。OK です。ア
入れる前にちょっと一言言いたいから言ってほしい。はい。じゃあもう時間ないし。まちかん、さっき全然言えなかったんだけど、うん、あの、せんのちゃんち行って止めたモーション出たけど、バカだって思ったから今日は出てません。あ、スナパさん入れるよ。はい。震えて眠れ。うんまっ、うんまっ、つってよかったな、つってよかったのか。お、おお、すげえ、初めて見た。マイマイさんも死ぬんだ。ウネさん死んぽり。マイマイさんは。お。みんな。おっと。カゲピはネズミ？なあ、まあ、ネズミですわね。じゃあ、あと人外が一人と一人。うーん、そうだね。どうなんだろう。夏ペンさん本物だったんだから、ね、クリーナーって言ってないよな。言ってないから、うん、ブレイマーじゃないかと思うんだけど。マイマイさんブレーマーで塗ったんじゃないの？多分ね、ゴーストなんだ、本当に。で、うん、塗られて、なんかわかんない赤になって、クリナになってるから、多分2いて。そうだね。で、今日はネクロールさんを止めに行ったんだけど、ネクロールさん俺の視点だと出てきてなくて。あ、で、出てないっす。ミスなんですけど、出てないです。ゲイさん、今日誰止めた？ヒューネさん。ヒューネさんか。いや、ゲンさんに合わせるんだけど、はい、俺ももしかしたらバカの可能性あるから、ネクロさん出ちゃってる可能性あるのね。うん、千の差をマジモンのインベスバカで置くんだったら俺はマチカさん釣りたいんだけど。ネクロールさんがブリスか、ポリスで自分自身もどっちか判別できません。すみません、出れなかった。ちなみに昨日どこ出ましたね、クロールさん。あ、で、出なかったんですよ。本当に。2回とも。ね、前日は影丸くんと一応ネズミだけど出たらわかるから止めに行きました。出てなかった。先に結論と、今日はマチカさんでいいと思ってるんですけど、終わんなかった場合はちょっと考えたくて。終わんなかった場合は、うん、アルネクロルセンノさんの中か、ゲンさんの赤ポリなんだよね。うん。うん、そうだね。もしくは、今、マイマイさんが塗られててクリーナーになったんだったら、二郎が残ってるはずなので、うん、ラインが今のところ、アルトゲンの2人にしか、見えてないです。実際昨日マイマイさんは止められちょるので。あ、そうですそうです。ただ行動キルが2キル3キル起こってないから、うん、1人が行動して1人が役職を使ったっていう可能性も全然考えられるので、そこをちょっとまだ。インベって先に行ったの夏ぴょんだよね。いや、あ、そうだ、夏ぴょんさんだ。で、せんが後でバカ、確定バカですっていう風に言いました。アルト君、赤はもう俺はないと思ってて、今、マイマイさんが塗られてるっていうのを真っ先に言ってきたから。うんうん。で、ずっとミュートになってるの気づかなくてずっと喋ってたわ。あとは、やっぱ、ゲンさんが初めて死体のところに行っちゃいましたって言った日に、やっぱ、西体出てるのはちょっと気になるかなっていうぐらいかな。ただ、私の場合、まあそうね、私の場合赤ポリだけか。そうだ、疑われるパターンとしては。マチカさんは今日は、うん、マチカ出てないよ。
まあそうだね、バカ、うん、バカ師匠だね。そうだね。今日は町家さんでお願いしますって終わんなかった場合が本当にどっから追うべきか。おお。だってか終わんないのは確定じゃないですか。2人いるから。いるんでしょ、だって。そしたら。だから町家さん違うんだったらもっと抵抗してほしい。抵抗してほしい。は何？アルトさんかネコルルさんなんだよ。ゲームはない。千野さんは弾かれる理由を聞きたいけど。千野ゲームはないの。あるの？あると思いますよ。仕方目線。え、でもさ、夏希さん、待って、千野ちゃんはさ、ああ、いいイメージだから。もう許さないよ。ごめんね。これ違ったらごめんね。これ本物っぽいけど。ああ。何回に。申し訳ない。どうしよっかなー、こっから。ヒルしないんだ。そうなんだ。そっかー。わかんないけど、千野さん止まった。ん？止まった？うん、俺千野さん止まった。あー、アルトニキが来たんすね。確かに止められました。ゲンさんは今日ネクロールさん？すいません、昨日間に合ってないっす。ああ、オッケー。逆にネクロル原産地って出てこなかったって感じかな。うん、なるほどね。ちなみに私はどなたも来てない感じでした。はいはいはい。千野さんは出てこようとして止まった。そうです。全員ポリスなんで。バカインベじゃねえのかい。そう、バカインベで外出てくる。あ、そう、バカインベのポリスだったら、既成事実が作れるなと思って出たら。うん。もうそれだけで出てます。ちょっと待ってね。むずいぞ。千野さんのインベ結果が私を明るくか緑インベっておっしゃってて。そうです。なので、で、ゲンさんが、アルトロニキを止めてる、マイマイさんも止めてるので、確定シンポリだと思っているので、千は確定バカで自分で打ってます。ただ、他の視点だと千はまだ赤の可能性は消えないと思ってます。そうですね。はい。赤野さんも素敵な。じゃあ、俺止めれたから、俺多分本物だから。そうそうそう、本物だよ。はい、本物で、違うわ。バカが今のところ出てないから、千バカだ。最低保証バカじゃないですか。ネクロールさんじゃないの？あ、そうそう、俺バカだと思うよ。ネクロールさんがバカで、まだまあわかんないけどね、まだ。うん、バカ最低1ですよね、このルール。最低1です。そうそうそう。うん、僕とゲンさんがまず完全に緑ポリスなんだったら、うん、ゲンさんが出てないから千野さん止められるし、うん、俺は千野さんも止めらんないから出ない、はい、ただこの場面で、下手にスキップすると切られて終わっちゃうので、あ、じゃない、下手に投票して釣っちゃうと終わっちゃうので、終わんないよ。あ、違う、投票して間違えた人を釣っちゃうと俺がネクロルさん止めに行きゃいいんでしょ。おー、確かに、そうだ、うん、そうそう、で俺が出ればいいんでしょ、とりあえず。そうだそうだ、じゃあ、猫おじと千のロラでいいです。ゲンさんが赤ポリじゃないことにかけるんだったらそこでいいのよ、うん、で赤ポリさんが赤ポリなんだったらそれはできないから、マイマイさんを止める必要はないと思っています。猫おじも一回出て、うん、出る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 、うん、出るよ。これはアルトニキとゲンさんに任せます。どうするかは。あ、どっちがいいんだろう。原産の赤ポリまで追わなきゃいけなかった場合はめんどくさいな。今日情報増えてないからね。うん、どうすれば一番いいんだ。原産の赤まで考慮する場合は、ネクオジがバカの可能性があるんでしょ。そうそうそう。でも千だとしたら千の私に結構票託すコメントされてて、実際その通りに動いてるので、うん、あんまり千野さんだと私は思ってないんですよね。そうすると原産からだとネクロルですか。ネクロさんが一番濃いかなと思っちゃいますね。じゃあ俺ネクロルつった千野さん、いやいや、つらない方がいい。ただ夏キョンのインベからの千野さんバカだから、うん、そう、千野さんのバカはかなり信憑性あると思います。だからネクオジつって俺が原産止めればいいのね。うん、いやいやいや、釣らない方がいいって。こうスキップでよくない。スキップする。いや、わかんねえんだよな。
え、でも、ネコさんフリッツァーが。今日も出て。あ、出ます、出ます、出ます。おじ、ネコおじが千の産地行って、俺、原産地行くわ。え、俺でもバカかもしんないから、俺食べた方がいいんじゃないの？オッケー、原産地行って。ありました。ゲンどこに動きます？ゲンさんは、ゲンさんは、ゲンさんは、千の産じゃない？まあ、そうか。ですよね。ちょっとマジ止められた？ゲン止められました。おじさん千野さん止めれた？え、止められました。俺千野ちゃん止めました。止められました。みんなじゃあ本物じゃないですか。うん、で僕がゲンさん今日止めてるから止まってるんですよ。はい、はい、止めてます。てか止められてます。じゃあ千野ちゃんバカじゃん。あ、バカはバカです。こんばんはバカです。千野さんの采配で決めるしかないのか。で俺は今日ゲンさん止めちゃってるから。はい。ゲンさんが赤だったときはもう止まらないのね。うん。千野さんがもうこの時点で場が確定になったので。え、でもなさ。え、なんでだ？そしたら、まいまいさんなんでクリーナーになってたの？え、まいまい、あれ、ブレイマーだからって話出てませんでしたっけ？じゃあ、まちかちゃん乗られてったってこと？あれ？まちかさんは赤ポリでしょ？赤ポリです。あれブレインだからなんでかわかんないけどクリーナーなんだよ。なんでかわかんないけど。うん、なんでかわからないけど。え、そうすると青ってもう一人どこですか？え、せつな、ほなぱいさんでゴースト。でもだって夏ピオンさんの結果が間違ってるってことになっちゃうけど。俺のことを初日に飛びに来た人はゲンさんで会ってんのか。はい。うん。でも初日松山松田だった場合は。だってしうねさんだったら言ってる、うん、赤ポリだったのが町山町かだから、うん、町山町かが俺を止めに来てれば、それゲンさんが俺のことを止めてないから、ただゲンさん結構早い段階で止めたっていうふうにおっしゃってたから、だって町山町かと組めてたら言えるから、あ、組んだったらそれはそう、だって赤なんだもん町山町かは、うん、でもガチでわかんない。あの日ってキル発生してませんでした？してない。夏彦さんがキルされてる。そう、だからアルトさんを止めた日に、まあ、チカさんと私の二郎形成もアルトさん追われてると思うんですけど、その場合あのキルの説明がつかないと思うんですか？町山町香が俺を切るでしょ、で私が夏目さんを切ってるケース、あ、俺を止めるでしょ、で源さんが夏ピョンさん切るでしょ、切ってるケース、あー、で町香さんが止めてることを源さんの手柄にするでしょ、ここまでやるかねっていう感じですね。じゃないと、ブレイマーのあれがないんだよ。そう、マイマイさんのブレイマーの説明がつかないから。ブレイマー説が説明つかないから、うん、ネクオジが千野さんを止めてるんだったら、ネクオジはもうポリスなんだよ。だから千野さんでバカがいないから、千野さんがバカになっちゃうから、ゲンさんになる。ゲンさんだ。あ、じゃあ止めてるって言ってるところが、実は全部乗っ取りってこと？だって俺今日ゲンさん止めてるし、ゲンさんも止められたって言ってんだもん。じゃあマイマイさん止められたのってどうなんですか？マチカが止めたんじゃない？それマチさんか、あ、か、もしくはマイマイもゴーストだから止められたって適当に言ってるかどっちか。あー、千野さんに合わせます、とりあえず私は。私はネクロさん、アルトさんだったら、アルトさんは私って疑ってるけど、マチカさんと私の二郎ケースだった場合って、やっぱりアルトさんは最初に私が止めたって言った後に、その後即言ってることになるんですよね。マチカさんが、あ、そうそう、アルトさんを護衛しますっていう話を先に出しておいた上で、私が先にそれを乗っ取りに行くっていうケースは、夜時間に打ち合わせしないと無理だと思うんですけど、ここまではできませんで、さすがに。なんか、とても回りくどいなって思っちゃってて。俺バカで千野ちゃんクリ、あれはないの？ブレーマーはないの？いや、もう、ネクロさんが線を止めてる時点で、ライン、ここラインは絶対ないから。止められた嘘がないのか、わかる。千野さんどうします？どっちかっていうとごめんなさい、ゲンさんよりあるゲンさんの方が信用できちゃいます。ブレイマーはどうなるの？そしたらブレイマーがいなくなっちゃうから、もうゲンさんスキッペースキッペー、なんで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 
また止められた。いやー、天狗さん止まったでしょ。止まりました。俺はポリスなんですよ。そう、全員ポリスだとは思うんですよ、うん、いやだから全員ポリスはブレイマーが証明つかなくなるからおかしいんだ。そうで、ね、今日僕はゲンさん止めに来ました。はい、止められてます。なのでネクアルいずれかに赤ポリがいる計算になるかな。私目線はいやブレイマーがいます。そうブレイマーいないと困るから。そうするとやっぱりゲンさんしかないんか。そうっすね。これでもブレイマーがいない、ブレイマーがいないんだったら、赤ポリなんですよ。で赤ポリなんだったら、ナツピョンさんがわけのわからんことを言ってるんですよ。そうなんですよ。いやーすいません、これはちょっと前は絶対ゴーストだもん。死んだ方お待たせするのもあれなので、すいません、終わりにしましょう。ギブアップします。ちょっと味方には申し訳ないんだが。はい、すいません。いやいやいや、いやネクロさんまでシーンだったらもう無理っすね。確かに。アルトさんだけシーンだったら、1釣りした後にキルで勝てるんですが、そのルートが今閉ざされたので、はい、ギブアップします。お見事です。ネクオジが本物かどうかは出てもらわないとマジで分かんない状況だったから、うん、私自身で今、お二人の方にそれぞれ止められたので、私目線でのみ、あの村ポリスが二人いることが確定したので、もうキルができません、これ以降は。宣言でぐるぐる回っちゃうもんね。はい、あ、そうなんですね。はい、これで終わりかな。ごめんなさい、決めきれずに。はい、お見事でーす。マイマイさんにブレイマーしてましたね。あー、やっぱり。はい、お見事。すごすぎー。はい。ゲンさんのあれは、あの、マチカさんがキル止めたっていうところの、止めたところの乗っ取りですか？なんかね、言ってないんだよね。だから。そう、マチカさんそもそもおっしゃってなくて、多分シウネさんかな。うん、あ、そうです。あの、うん、ちょっと、皆さんがお話しされてて、ちょっと口挟めなくてあれだったんですけど、まいまいさんを止めたの私でした。そう、ごめんなさい。マチカさんはマチカは止めたんだけど、マチカは別に何も言ってなかったけど、うん、ゲンさんがピュッてきたから、あ、黙ってよーって。申し訳ない。これは私が、ちょっと足を引っ張りました。いや、最後までチョコたっぷりやったな。めちゃくちゃ面白かった。めっちゃいい試合だった。ゲンさんごめんなさい、マチカはアルトさんをやればよかったんだ。あ、まあまあまあ、結果のでそれはもうどこにゴーストがね、ロウソク置いてるとかわからないんで。わからんからね。これスナパイさんも勝利ですよね。はい、そうですよ。すごいな、すごい。スナパイさんすごい。いやいや、マイマイのおかげですから。まあそれは確かにそう。本当に勝利したかったもん、同じゴーストなのにさ。同じゴーストなのにさ。天皇さんが外に出続けてくれたから、うん、あのネクオジのポリスがちゃんと確定できたっていうのはでかいですね。シンポリ2枚はきついな。一生すぎたな。トイレ来た人います？はい。ちょっと行っていいですか？これはいい。ありがとうございます。